単純に韓国のネタやりすぎだろっていうふうに思ってたんで、はいはい、謝れないんだったら契約、うん、うちはできないっつって、僕の家族だったりとか、はい、もうそういうなんか今でいう殺害予告みたいな、マンションの踊り場のところになんかこう、うん、今日は大人気ドラマルーキーズ、リアルクローズなどに出演された元俳優の高岡壮介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともとはあの俳優さんになろうと思ってたんですか？少年時代はどうだったんですか？野球やってて、はい、で小学校から、はい、中学校1年生終わるまでですかね、やってて、でその時は真剣に、あのプロ野球選手になりたいなって思ってたんですけど、はい、なんかこうちょっと道外れてって、将来どうするのかなみたいな、なんかもやーっと考え出した時に、ジェームス・ディーンのドキュメンタリー番組がたまたまテレビで放送されてて、まあ、どういう人なんだろうなと思って見てたら、誕生日が一緒だったんで、そうなんで、俺もできるかなとか思って、なんかその軽い気持ちで考えて、なんとなくその頭の中に役者というか、その芸能の方向というかっていうのはなんかこう感じてたのが、まあ中学校2年生とかですかね。家庭はどうだったんですか？家庭ですか、まあ、途中までは普通の家族だったというか、弟が亡くなっちゃったりとかして、なんかそこからなんかこう狂いがなんかこう出てきてるみたいな、はいはい、その期待感が全部親の期待感が集まっちゃったんですかね。その期待を寄せられてる中で、俳優さんになりたいっていう気持ちもこう出始めて、でも親はどうしなさいって、何か中学校も1年で辞めて、でそこまでは押さえつけられてたんですけど、中学校2年とかでだんだんとこうタバコ吸い始めたりとか、なんかこうバイク乗り出したりとか、なんかそういうことをしだしちゃったんで、もう親も僕にタッチできなくなるというか、あの力でその押さえつけることが多分できなくなってたのかなっていうか、で高校に入られた。そうですね、高校に入ったんですけど、まあ、学校でもちろん、ね、勉強もしなかったし、あの高校も行くつもりもないぐらいな気持ちだったんで、なんでまあちょっと出ることにはなったんですけど、もう やめちゃった。やめちゃった。もうすぐやめちゃいました。アメリカに行ってますよね。はい、その後ですかね。親戚のおじさんが、まあ、やることないんだったらできたらみたいな感じで、でも英語ももちろん分かるわけじゃないんで、なんかそのホームステイっていう形で行かせてもらったんですけど、はい、どこ行かれたんですか？サンフランシスコです。あ、そうですか、はい、バリバリ怖かったですねそこのお父さんが。そうですか。めちゃめちゃ怖かったです、冷蔵庫がなんかそのリフレジレーター、でもそれがもう発音が聞き取れなさすぎて、でも聞き直してるんだけど、あんまりちゃんとなんかこう教えてくれなくて、なんか本とかバーン投げられたりして、で、まあ次の日のなんか朝飯とかもアイスだけとか、全然楽しくなかったですね。それ15歳くらいなんですね。15歳でね、行ったんですね。すごいですね。どれだけいらしたんですか、アメリカ？どんぐらいですかね。2ヶ月ぐらいですかね。2ヶ月ぐらいでもう辞めちゃったんですか？はい。で、日本戻って。日本戻って。お家に帰ったんですか？お家にね、帰りましたね。で、とび職みたいなのもやらせてもらったりとか、ペンキ屋さんに働きに行ってとかってやってましたね。で、親が離婚するってなって、で、母親が弟、8つ下に弟いたんですけど、今いたんですけど、いるんですけど、その8つ下の弟を連れて、あの出て行って、で親父と取り残されてって感じです、で飛び職とかいろんな仕事をされながら、あのどう芸能界に結びついていくんですか？千葉にいたんですね、その時千葉にいたんですけど、千葉から出ると、で東京に住むってなったんですけど、でまあ親父も国分寺にアパートを借りてもらって、で住んでたんですけど、まあその離婚のことでごたごたがあるから、あのお金が払えなくなると、って言われて、あとはお前が住む家探してほしいって言われて、そんなことあんのと思って、でも
探さなかったんですよ、はい、探さないでなんとかなるだろうって高くくってたし、思ってたんですけど、本当になんか追い出されるような格好で、本当に追い出されて、はい、で紙袋2つ持って大事なものだけ持って、はいはい、まあ冬だったんで、コート着て、でまたさらに上にもう、ね、持てないからコート着て、はい、で、はい、髪の毛も長かったんで、ボサボサのままこう髪袋持って、はい、フラ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 都会の方に出て、東京出て行った。そうで、当てなく当てなくで、だからマンションの踊り場とかでなんかこう、12月末ぐらいだったんで、なんかどんどん寒くなって、もう外じゃ寝れないですね、外じゃ寝れないから、そのマンションの踊り場のところに段ボール持ってって、はい、なんかこう引いて寝たりとかしたんですけど、はい、もう底冷えすごくて全然寝られないですよ。東京は底冷えがすごいから、はい、で、ファーストフードが開く時間に、はい、まあココアだけ頼んで、もう寝てたんですね、で髪袋こう置いて、はい、でもボサボサじゃないですか、怪しかったんでしょうね。なんかその学校始まる時間とかに生徒たちが来て、なんか上に不老者みたいな人いるから気をつけた方がいいですよみたいな感じで、ボソボソボソって聞こえるんですけど、でも周り見ても僕しかいないんですよ。でその時に、友達の先輩の女の人が紹介してくれて、読者モデルの雑誌やることに、でその最中だったん で、でこれちょっと本気で探さないとまずいなって、でその編集部の人がすごい心配してくれてたから、その人たちもなんかもう着ないよ着ないよとかって言ってくれて、それでなんかこうその雑誌もらって、で調べて、でそれが品川のラーメン屋さんを見つけて、で住み込みか、でまかないもついてるっていうの で学歴も問わないとってなってたんで、まあ中卒扱いじゃないですか、で店長もちょうど中卒だったみたいで、すごくなんかこうあったかく迎え入れてくれたというか、まあ、この格好で、ね、面接受け行って、なんだみたいな感じで、この格好なんですか。で、まあ、もうドラマみたいに、ね、こうラーメンまず出してくれて、でコーラ出してくれて、何も聞かんとそれやってくれて、なんかもう食べてみたいな、で食べ終わったら、いつから働けるのみたいな感じで言ってくれて、優しい、そうそうそう、もう今日からでも働きたいですよ、なんですよ、そこで半年ぐらいお世話になって、まあ、その最中に雑誌の方が、まあ、なんか面白いモデルさんいないみたいな感じで言われてたのか分かんないですけど、取材が入って、テレビの方で、でインタビューを受けてる時に、その当時の事務所の社長が見ててくれて、この子探してみたいな感じになって、ラーメン屋に、電話かかってきて、ちょっといついつ会えませんかみたいな感じになって、で渋谷のルノアール、あそこに行って、どんな心境でした？いや、もう最初は怪しんでるというか、やっぱり信用しないんで、あんまり人を、なんで、怖いなとかって思いながら、でもなんか話していくうちに、そのビーバップって知ってるみたいなこと言われて、でビーバップ知ってますよ、でうちは中村徹がいるんだけどって言って言われて、あーつって、いや僕でも清水浩二郎派でしたねなんかそんなことを話してて、でも一回なんかこう事務所見に来たらいいじゃんみたいな感じ でそこ行ったら知ってる顔というか、だからもちろん中村徹さんもいるし、その時天海祐希さんも行ったりとか、ただ和尚伊佐子さん、奥さんの和尚伊佐子さんと小島ひじりさんと、すごいところですね。でも本当に 5,6 人しかいなかったんですよ、でもみんななんか知ってて、なんか大丈夫かなみたいな、でなんかその役者興味あるって言われて、役者よりその当時なんか歌の方が好きだったから、そうだったんですか、なんかこういや歌は好きなんだけど、役者はどうですかねみたいな、全く分かんないけど、どうなんだろうみたいな感じで、そこからトントン拍子に、トントン拍子じゃないです、全然。もう、あ、違うんですか、もうそれこそセリフも言えなかったし、難しすぎて、なんかその感情を乗っけるっていう作業が難しすぎて、もう全部棒読みで喋ってたし、それをいきなり仕事いただいて、それでもうそのまま仕事をするってことですか、それとも演技の練習をなんかされて、マネージャーとはなんかそのなんかこうやり取りしたりとかはしてたんですけど、もうじゃあもう仕事の方がどんどん先に
来ちゃってるっていうことですね。いや、なんかそのオーディションを受けて、あ、なんか6000人ぐらいの中から選ばれたっていう。バトルロワイヤルがそうだったかもしれないですね、はいはい、ただまあなんかその一次審査二次審査ってもう何次審査だったんだろう、もう7時8時とか6時とか7時とか嫌になっちゃいますね。そんな感じであったんで、はい、いやもう受からないだろうなって思ってるんですよ、はい、なんかみんな、はい、いやもう無理だねみたいな。でもみんな仲良くなっちゃってるんですよ、なんか。あ、そうなんですか。なんかその緊張感ないというか、はいはい、うん、こうバチバチでもなかったですし、深作欣二ってものすごい怖い監督だよとかすごい言われてて、はい、素晴らしい監督ですよね。だけどなんかそんな感じじゃなくて、もうお年も召されてたんで、はいはい、本当あったかい人で、はい、うん、まあ、夢中でやってたっていう感じですね、で、うん、本当にたまたま通ったっていう感じで、どん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 有名なお仕事をされていって、うん、ルーキーズ出られますよね、はいはい、あの2011年あたりがすごいもうどん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 こう、うん、あの仕事が反映していかれた時じゃないかなと思うんですけども、うん、ルーキーズなどのあんな人気ドラマ出られて、あの皆さんとはどうだったんですか。みんな仲良くやってましたよ。仲良かったんですか。五十嵐俊二さんにこの YouTube に、はいはい、あ、そうなんですか、出ていただいたんですよ。あ、そうですか、はい、いつですか。半年ぐらい前ですかね。あ、そうですか、あれでもなんか盛り上げようとしてやってくれてましたね。ああ、やっぱりそうですか、うん、とおっしゃってました、うん、あのその頃の方の、あの笑ってるのはなんかあるんですけど、ね、その頃のこういう関係は今も続いてるんですか。あのね、市原くんとはずっとですね、もう長いですね。あ、素敵な方ですね、はい、ずっとですね、はい、何かあるたびやっぱりなんか心配してくれるし、はいはい、彼がなんかこう悩んでる時とかも、はい、わーって連絡くれたりとかするし、まあなんかこう同じことをやってた人間なんだけど、はいはい、なんかまあちょっと心の中でつながってるような気持ちはあるかな、はい、僕は、はい、うん、そうやってお仕事いっぱいされてる時に、フジテレビでちょっとなんか、はい、ありましたよね。ありましたね、はい、あれはどういうことだったんですか。単純に韓国のネタやりすぎだろっていうふうに思ってたんで、はいはい、まあ、ツイッターって走りだったし、はい、まあ、つぶやきっていうことだったから、で、あとまあ当時その金閣寺を、はい、本当に金閣寺をやってたんです、ニューヨーク公演の最中で、はい、で、あのツイートに関してそのマネージャー一緒に来てたんで、これをあげる、これあげる、これあげるっていう確認はしてたんです、はい、でそのマネージャーからさらにチーフのところに話が行ってて、はい、で確認は取ってたんだけど、騒ぎになったら、はいはい、あのちょっと謝れみたいな感じになって、はい、いやいやいや謝りませんっつって、はい、マネージャーにも伝えたし、許可降りてるから上げてることで、はい、こんな騒ぎになったからってなんで謝らなきゃいけないのっつって、はい、っていうことで、はい、まあ、その若さですよね、なんかこう、はいはい、うん、その前に事務所変わってらっしゃるの。いや、もうその時スターダストで、じゃあ、最初に入った事務所、あ、最初の時はもうパッチギが終わって春の雪っていうのをやって、はい、でそこで変わってます。あ、はい、それなぜですか。あのコンクリートっていう映画があって、はい、で女子高生をコンクリート詰め、殺人事件っていうのがあったじゃないですか、はい、 あの題材の映画をやると、はい、で最初マネージャーから話をもらった時に、はいはい、大丈夫っつって言って、それ遺族とかって俺なんか手紙とか書いたりとか、はい、お墓行ったりとか、なんかあってからの話じゃないのっつって言ったんだけど、いやもうそこはプロデューサーが話し通してるから大丈夫って話で、はいはい、で、まあ、結果やることになって、でも、うん、中身がもう結構ぐちゃぐちゃ で、いざ公開しますってなった時に、はい、遺族に話が通ってなかったと、うん、それは、はい、で、そうしたら今度なんかこう当時 その2チャンネルとか、もういろんなものにぶわー書き込みされて、はい、でなんなら僕の家族だったりとか、はい、もうそういうなんか殺害、今で言う殺害予告みたいな感じのこともバーって書かれたりとか、ちょっと参っちゃって、はい、でもそれでもなんかこう舞台挨拶をしろって言われて、はい、いやまあ別にいいけど、うん、俺もう別に家出るけど、うん、もう刺されたりとかしても知らないよって言って、まあ、結局亡くなったんですけど、
不信感みたいなのも出てきちゃったりとかして、はい、守ってくれないだろうなみたいな感じになって、でちょうどそのパッチギをやった後に、多分スターダスト側がなんかそのパッチギに関わってたんでしょうね、はい、その作品に、はい、でそのなんかだから僕がやったアンソンという役を社長が気に入ってくれて、はい、当時の、はい、うん、で柴咲コウちゃんとかからもなんかこう、はい、まあ、仲良かったんで、あの連絡もらって、うん、宗介のこと気に入ってるよみたいな感じになって、スターダスト行こうかなみたいな、いや来たらいいやみたいな感じになって、そこら辺のスターダスト入る大変なことじゃないですか。そうそう、うん、ってなって喧嘩別れじゃないけど喧嘩別れっぽくバイバイしたかなって感じ、うん、まあ今でもその前の一番最初の社長とはつながりあるんですけど、はい、うん、ただなんかそれも若さだなって感じはあったかな、うん、それで、違う事務所に入ったんだけども、うん、そのフジテレビのことが起こって、うん、でどうなったんですか結局。で、まあ、その謝れないんだったら契約、うん、うちはできないって言って、その時のチーフマネージャーに言われて、はい、あ、分かりましたって言って、うん、それだったらそれでいいですって言って出ちゃったんですか。で出たというか、なんで僕はニューヨークにいて、はい、僕が東京に行くまで待てないんだろうみたいな、この感じで契約できないからって言われるんだみたいなってなったんだったらちょうどいいやみたいなぐらいな気持ちでいました。だから飲食店もいましたし、はい、葬儀屋さんやったりとか、はいはい、事件を起こして、あ、事件ありましたね、はい、あれはでそれで手が出ちゃって、はい、はい、じゃあ何時何分、原稿は逮捕ねっつって、そこで逮捕されちゃった。